社長ががっつり体調を崩したことあんの人生で2回しか見たことないっちゃけど、1回は扁桃腺やろ。あの扁桃腺絡み。あいつね、扁桃腺だけ様子が晴らしとったけん、あ、もう取ったけん晴れんちゃうけど、と、もう1個は絶食。え、まじこの2つ。なんかさ、この配信女の子とかも見とうと思うけん、言っとくけど、あの、ダイエットしたい時に絶食すんのマジやめりね。俺人生で2回だけ見た、もう、社長の体調悪いうちの片方は断食やけん。しかもなんか、その時も、川崎のクラブで、なんか現場があって、なんか車で向かっとったじゃん。なんかパーキングついて車から出たら、なんか社長が、ああ、俺ダメかもって言って、へにょへにょって膝から崩れ落ちたじゃん。いや、まだレペゼンが3人やった頃。ああ、俺なんかダメかもって言って、膝から崩れ落ちて、え、死ぬかもこいつと思って、なんかそんな見たことなかったけん。なんか社長の、俺ダメかもみたいなやつ、こいつ死ぬなと思って、え、みたいな。とりあえず、なんか、吉野家でも行きますって言って、吉野家で牛丼食ったらバリ元気だったわって言って、あ、絶食やったけんや。って、そう。なんか、その時ね、社長ね、3日間ぐらい何も食ってなかったっちゃけど、あの、ほら、俺らってそういうのさ、何にも調べずにするけん、基本なんか絶食とか断食とかって、なんか、徐々に1日3食から2食にして、1食にして、食べない日を3日作って、また1食食べて、2食食べて3食食べるみたいな、こう、ほら食のグラデーションにするらしいっちゃけど、俺らバカやけん明日から断食やけんつっていっぱい食べて、はいやめますってバン3日間バン3日間何も食わんかったじゃん。断食する前の日ドカ食いしとったもん社長。俺は明日から何も食えんけん、いっぱい食べるんや。マヌケすぎるやろいつもより5倍ぐらい食ってたよ。クソウケるマジ。川崎のタイムズで死にかけた。ああ、切れました。